皆様ようこそ。今回は何をするかと申しますと、わら今日何するの？いやーもうだよ、料理がもうめんどくせくなってきて。料理って最初からめんどくさいもんだけど。手間とかないんだけど、考えながらなんか味を調整してたりとか。でもお前の料理ってさ、毎回なんか手混んでるよ。そのさ、料理研究家みたいな人たちと、例えば料理人の違いってお前なんだろう？なんだ？わからん。30分かけて作る料理を料理人を3時間くらいかけて作るやつ、ちゃちゃっとできるやつも。男は多分多いと思うんだよ、ファン的に。だから男とか、 なんか学生がちゃちゃっとマジでできるような、前回 の、 あのガーリックライスもそうなんだけど、そういうものを作っていきたい。もうやる気ないやんお前。もう簡単のでいいよもう今日、はい、てかなんかこういうのって大体なんか作るの決まってからなんかあれするやん。はい、何も決まってない。何も決まってない。なんだこっちサイン書いちゃおうか。考えないで作る。ガチあるやつで、結局あるやつでできたらいいよ。なんか疲れた。やばい、なんか俺もやる気がゼロだ。お前昨日飲みに行ったし。飲み、こいつ毎回飲みに行くんだよ撮影っていうの。そこら辺ちょっとなんか考えがちょっとあれだよ。駅と寝た、駅と寝た。どんなテーマでなんか作ってくれるんですか？まあ、一応料理チャンネル。前回極悪レシピ紹介したじゃん。はい。ギルティーのと。罪深いみたいな。もっと悪いやつ。悪い飯じゃんと。悪い飯を作るってさ、結構男からしても女からしても嬉しいと思うんだ。あんまりないよね。あの料理家であんま悪いものを作るって。確かにそうです。ないよね。めっちゃやっちゃ飲むな。とりあえずこっちに書こう。まず一番の飯っていうのはなんか体に悪いとかそういうことですか？体に悪い。一番なんか体に悪い飯を。それってどこに需要があるんですか？需要とかないよな。だってあの普通にめちゃくちゃ体に悪いって分かってても食いたくなるときって行くやん。確かにめちゃくちゃ美味しいですから体に悪いものマックのあのパテがもう謎肉って認定されてても、結局行くやん。結局そういうの。とか二郎系とか体に悪いし匂いもやばいって分かってても行くやん。行きます。そういうのをじゃあ作る。そうだ。あともう簡単なやつマジで早く終わりたいから。理由としては、てか確か俺の手が時間ねえんだよ。ガチ鳥もう決まった。何何こいつの名付けて。何名付けて。名付けて分かんない。もも肉、刺身。これ刺身に食えるよ。鶏刺し。刺身に食えるの。それこそなんか悪魔的やん、鶏刺身で。いやだから食えないっつって。じゃあ何？唐揚げちゃう。お前マジ悪魔的すぎんすよ。ちなみにこいつと一番最初にコラボ再現した時の飯も唐揚げ。確かに、あれ100万再生回ってたよ。160万くらい。だって唐揚げ食うだけだぜ。唐揚げいっちゃうか。夏に食べるさっぱり唐揚げ。過去悪魔バージョン。悪魔的だよ俺の唐揚げは。やばいな唐揚げか。誰でも老若男女問わず 全員が食える。じゃあ今回も作っていきますかと。レッツクッキング。たまにこういうのって骨残ったりするらしいんだよ。外れろ。なんか味しない。そりゃそうだ。次何？カットしてみます。ちょっと血の味するし。こういう筋ってなんで取った方がいい？口当たり悪くなった。やばいやばい、料理人出てきた。やる気なしで作るはずだったんで。キモ。包丁握らしたら俺は料理人だと。人格変わっちゃうんだ。なんか言ってるわこいつマジで。本当。じゃあ仮にねこいつ落としたいと思っただけに、あの作る料理になる。やっぱりその人の食べたいものを作ったいな。逆にじゃあ思うんだけど、あの私料理好きですみたいな感じで女が言うとするじゃん、うん、料理してますって言う割には絶対こいつしたあんまりうまくないなってやつ。カレー。カレーなんで誰でもできるから。カレー作れるのやたらなんか強調して言うことがいるけど、あんなバーでもできる。スパイスからやってんだったらまだ話は分かるんだけど、うん、絶対やってないじゃん。ガチボンカレーできますみたいな。そう、もうそのレベルなの。たまにいるよな、そういうやつ。卵焼きとかもいるよ。いや、あんなの料理じゃないでしょ。うわ、お前、やばすぎ。うん、いや何今いい感じ、うん、こっちは本気バージョンで。
どういうこと本気バージョンって、なんか違う。うん、全然違う。何が違う？教えない。何教えないってこいつ。俺さ、今日はもうやる気ないバージョンだからやってるから、もうあんま喋りかけない。それが仕事になっちゃってるから、やる気ないといえば俺もやる気ないけど、今日も女の子と会うんだよ。嘘ですか？ガチガチ。最近結構マジでモテ出してきてる。モテ期かもしれない。それあんま言えんけど。何でだよ。俺あえてなんか渋谷とかわざと歩くみたいなことするから、あの話しかけられたいから、それで話しかけたやつを厳選して選ぶみたいなことで。うわ、いいな、やろうやろう。聞こえる？やめろお前さ。もうこの状態、これをつけ込むことが本当に全然変わっちゃうから、こっちはもうプロ仕様で作りますわ。カラッと仕上げたいじゃないですか。はい、はい、カラッと仕上げるためにはお願いしますか。片栗粉みたいなやつ、うん、つける、つけて二度揚げするみたいな、そういう感じ。まあでも大体は合ってますよ。ちょ、思うんだけど二度揚げと一度揚げ何が違う？肉を一旦休ませる、これが肉汁を閉じ込めるペターンなんですよ。ステーキ焼いた時に休ませるでしょ。ガチガチで大体片栗粉は7割くらい、米を粉にしたやつね。大体これを3割くらい入れます。どう違うの？米粉入れることによって香りがすごい。やばいやばいやばい、本気になってきちゃった。意識してないようにしてんだけど。唐揚げってさ、揚げ物系でよく思うんだけど、100何度みたいな、うん、どうやってわかんの？あの温度計がないやついるやん、たまに揚げて、何秒で浮いてくるか、それが大体このくらいでパッて浮いてきたら温度が高くなってきて、うん、そういうこと。そしたら1秒もかかんないくらいで上がってくる。らしい。まあ、俺は分かってたけど、まあお前みたいな初歩的なやつがいいやん。そういうやつに、うん、本当に結構いい質問結構してると思いました。理由としては唐揚げで一番重要なことじゃあ何？まあ温度、あと余計な、あ、落とすこと。で、粉が多すぎたらどうなの？めちゃくちゃカリカリになるとかじゃなくて、カリカリになるというよりかは、うん、ちょいベチョっとする。ガチ、うん、なんで急にやる気なくなる？今日調子悪い。はい、かけていきます。さっきのなんだっけ、1秒だっけ。いいね、これはいいの。いい感じだ。優勝優勝。結局味だから申し訳ないけど、申し訳ないけど優勝。俺これに関しては正直に言う。どうぞ。これ何？プロ仕様のやつ。もう今日見て、ブリッブリ、うん、これ肉汁すごくなるの。これちょっとつけますね。これでプロ仕様の方の衣をつけていく。衣の時はしっかりもう下味もついてる状態なので、しっかり衣を、皮目の方をしっかり包んで肉汁が逃げないようにしていただきました。いつから仲良くなられたんですか？いや仲良くない、逆に仲いいと思う。縦社会だから会社に準じて俺となんかそういう演出みたいなのやってるけど、確かにそれが起こる時小梅さんの敬語する。いやそんなわけないやん。ここに肉汁が逃げないように爪楊枝で、どうして？唐揚げに爪楊枝って聞いたことないの？見たことないですね。なんかでかく見えるな、そう考えても。こういうことをしたい。あれ、うわぁ、あいつがトイレ行ったと思うんだけど、何してる？唐揚げ風だけど、なんか袋塩って言って、今あんまり爪よりしたら刺したらそう。でもすごい、誰もいるでしょ、爪より刺すいや、そういうことか。いわゆるそんな変わんないけど、つまようじ刺すだけで工夫した風に見える。つまようじ刺す、まあそうですね。あ、プロ風って言ったけど全然どこがプロ風なんだよ。アンチで言うと、アンチとかじゃないけど、じゃあ俺、まあ確かに俺はアンチかもしれない。いいねいいね、こんがりギャル仕様ね。肉汁やばい。すごい。ガチやん。
出来上がりました。はい、第1回どっちがモテる？シル系男子 VS パリピラッパー大会。従来の1回これからいきたい。これ特別性だろ、うん、まあ悪くない、まあ悪くないじゃあ俺がやりたプロ仕様。プロ仕様何プロ仕様って意味わからんけど、肉汁が切りこもってやばいやばい。じゃあ次俺も食おう。でかいな確かに。やば、何を言いたいか分かったな。やわらか、普通にこれ全部これでよくない？大変なんだよ。あ、そういうこと。なんだっけ、味付け何が違うんだっけ。一旦ソミュレー液につけて、うん、そこで肉汁を閉じ込めてもらって、その後に下味をつけて揚げてる。でもちょっと手間かかっても、うん、これの方がうまくない、うん、まあ、多分これが一般唐揚げみたいなもんだもん、うん、いわゆるこれでも十分いいんだけど、普通にこれの方がいい。なんでかというと柔らかい。こう真似してほしい、マジで簡単でしょ。でも30分以内では作れるでしょ、言うとね、うん、毎回思うけど唐揚げ結構バグってるよ。お前ってさ、よくさ毎回思うよ毎回思うことがある、探求心と。何なんそれ。だから毎回で毎回思うけど、絵画でやめるんすよ。じゃなんか唐揚げこいつなんかバグってない？これ2人で食う量じゃないよな。あとちょっと食わそうぜ、うん、どれぐらい違いますか普通に揚げたやつと。なんか肉汁マジで、それを言うとなんか唐揚げって肉汁あんま感じることないやん。はい、にしてはもうある普通に、ね、肉汁が、なんかふわふわって感じ。これはカリカリって感じ。なにこいつ、まだあるから、あと2個ぐらい食えよ。なんかこいつ今日ね調子悪そうなんだよな、まあ、関係ないけど仕事だから。なんていうの、毎回もうって言ってしまったけどそう、なんだっけ、ワンチャンラムめっちゃある。あ、マジっすか。まあでも毎回思うけどまあそんな感じだろ。でも真似しやすいってことだろ、いわゆる今日言いたいのは。そんな感じでしょ今日完食。じゃあ俺全部食っていいって言うわけでしょ、うん、あ、じゃあいいじゃん。いただきます。めちゃくちゃうまいっすね。うまいっしょ。めちゃめちゃうまい。どう、他のと違うっしょ。なんか柔らかいです、めちゃめちゃ。で違うから、俺なんかで作ったらもうそうなるから、勝手に何もしなくても。さあ今日も見てくれてありがとう。俺のチャンネルでこの唐揚げがもし真似したいと思ったり、この唐揚げがうまそうと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしく。俺たちは年内に40万人そして50万人もっと駆け抜けていくから、俺たちの応援よろしくな。こいつ今日調子悪そうだけど関係ねえよ、マジで俺たちがやっていく、これがヒップホップスタイル。じゃあまた会おうぜ。じゃあね。食べるまで終わんねえ音響感が勝手に終わってくれ。余裕余裕、それで言うと余裕。ゆきたさんめちゃくちゃ食うじゃないですか。だから毎回俺撮影の時昼ご飯抜いてきてるみたいなもんあるから、どうせこいつ作るっしょと思って。結構だからこの撮影で昼ご飯結構食うんだよ。ありがとうございました。最後食っていい？いい。 OK。1年ぶりの唐揚げじゃん。確かに前回なんだっけ、なんか 変な味って言ったらあれだけど、なんだっけなんだっけ、なんか混ぜっすよ、ウエスト唐揚げ。うん、そう、まあ今回はこれの方がいいな。これの方がいい。うん、それで言うとね、オーソドックスの、オーソドックスっていうか、まあプロ仕様。プロ仕様、うん、別名ね。あ、今だった。あんま唐揚げプロ仕様作るやついないから、うん、みんな大体あのうまく作るけど、大体それはまだセミプロなんだよ。今回はもうプロ仕様だから、これぜひ真似してほしい。皆さんぜひ、今回の唐揚げ真似したくなった人はぜひレシピの概要欄に貼ってるので、ぜひ皆さん見てみてください。真似したらみんな作ってな。今日うどん食いたい。